こんばんは、ペケです。今回はリクエストをいただいた長崎県男児について考えていきたいと思います。この事件、男児の男性器に傷をつけた点、その後20メートル以上の高さから突き落としている点など凶悪な事件です。私個人の意見も含んでおり、誤った情報もあるかもしれません。最近の動画内容で長崎を多く取り上げていますが、そこに意図はありませんのでご了承ください。事件の詳細です。2003年7月1日午後7時頃、長崎県長崎市内の大型家電量販店に家族で買い物に来ていた男児、当時4歳が連れ去られます。男児は一人でゲームコーナーで遊んでいたところ、中学1年生の加害者、当時12歳から、お父さんとお母さんに会いに行こうと声をかけられます。男児を騙し連れ出した加害者は、その後電車で移動し、商店街などを連れ回した後、同市内のパーキングビル屋上で男児の服を脱がせ、殴る蹴るなどをした後に性器をハサミで切りつけます。しかしその時、加害者は防犯カメラが設置されていることに気がつき、パニック状態になります。泣き叫んでいる男児を抱き上げると、手すり越しに20メートル下の通路へ突き落とします。男児は力尽きたということです。加害者は犯行後、7月9日に補導されるまでの期間、普段通り中学校に通い、同級生に犯行について冗談を交え話しており、連れ去った家電量販店にゲームソフトを買いに行くなどしていました。犯行現場に近い繁華街の防犯カメラから加害者を特定。しかし加害者が12歳だったため、逮捕することができず補導という形でした。この加害者の少年は過去にも異常性欲的事件を20件以上起こしていました。また加害者は小学3年生の時、友人に股間を蹴られ病院に運ばれており、この頃から男性器への執着が生まれ、僕はずっと前に同じことされたもん、裸にされて怖い思いしたから、それでもじっと黙っとったもん、怖かったけど変な気持ちになった、だから僕も中学生になって同じことをしてもいいと思ったからね、と語ったといいます。加害者は男性器に対するこだわりを払拭することはできないと述べており、児童自立支援施設を出所できないまま中学校を卒業しています。審判、加害者は専門家による精神鑑定が行われ、特質としてパニックになりやすい、対人共感性、対人コミュニケーション能力が乏しい、母親を異常に恐れていると分析されています。一方、学校の成績は学年でトップクラスでしたが、精神障害があったと診断されています。このことが報道で大きく取り上げられ、精神障害への偏見を助長しかねないとし、社会問題になりました。そして加害者の母親ですが、加害者に毎月10万円のお小遣いを与えるなど過保護な面がある反面、すぐに癇癪を起こし、近所とも騒音トラブルになり、身勝手な人として有名だったそうです。取材を受けた際も、報道陣を睨みつけ、迷惑なんですよね、子供のしたことでこんな、と話し、一切の責任を感じていないと述べています。加害者は2007年9月に強制措置を解除されています。ペケの考察です。リクエストいただいた事件です。かなりショックな内容であり、腹立たしいです。今回私たちで考えていきたいのは、なぜここまでの犯行をしてしまったのか、まあ、そしてどう対処するべきなのかを考えていきたいと思います。この加害者、過去に股間を蹴られ病院に行き、その時の痛みや恐怖で逆に性癖に目覚めた、それが間違った方向に進み、歪んだ事件につながったのだと考えます。また精神障害や発達障害などに焦点が当てられることが多いですが、事件に直接関係しているとは思えず、犯行への直接的な要因にはならないと思います。そして加害者は12歳の少年だったこともあり、約4年で強制措置を解除されています。これって不思議ですよね。まあ私は人の命を比較すること自体違うとは思いますが、こういう故意の場合はどうしても納得ができないです。加害者に優位の、加害者を守る優しい法律に感じてしまいます。被害者は何も分からず殺められています。未成年だろうと少年だろうと間違っているのではないかと考えます。交通事故や故意によるものでなければ話は変わってくると思いますが、加害者を更生させるというのは少し、というかかなり疑問です。被害者家族は加害者に更生してほしいと望むのか、再犯を犯し新たな被害者が出る可能性はないのか、人一人の命を殺めたのなら人一人の命で償うしかないのではないかと思ってしまいます。人が人を傷つけ、人が人を裁くというのは非常に難しいですが、しかし私は納得できない、許されない事件だと思います。事件後しばらくしてから、現場付近に元消防士の男性らによりお地蔵様が設置され、慰霊碑的な役目を果たしているそうです。リクエスト本当にありがとうございます。名探偵ペケでは未解決事件や行方不明など皆さんと一緒に考察していきますので、チャンネル登録をお願いいたします。ペケでした。